皆さんこんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。またいつもの通り私のマイルーティンよりスタートをさせていただきます。ほっということで、皆さん今日はいかがお過ごしでしたでしょうか。このところですね、ずーっと雨が降ってたんですけど、今日はちょっと晴れました。でも曇り空なんですよね。ですが皆さん、どうかこの動画を通じて体も心も晴れ晴れしていきましょう。ほっということで、今日もご覧くださってありがとうございます。皆さんね、いろいろと毎日、いろんなことがあると思うんですが、やっぱり私たちはですね、この体というツールを通じて、いろんなことをですね、体験体感して、生きてますよね。なのですごい体って大事です。でその体なんですけれども、心の作用と体の作用ってね、非常に関わりがあるんですね。なのでですね、皆さんね、どうかですね、この動画を通じて体を動かしながら、体もスッキリなんですけれども、心の方も晴れ晴れしていきましょう。実際にですね、体を動かすことによって心や脳にもとってもいい影響があるんですよね。そしてですね、ちょっとガラッと変わりますけれども、健康の定義というのがありまして、運動と栄養と睡眠ね、この3つが大事なんですね。そして心のパワー大事なんですね。であとですね、日光を浴びるというのも実は、ビタミン D というのが生成されます。でそのビタミン D というのはですね、免疫力ともとっても関係があるんですね。で、この栄養なんですけれどもね、皆さんの中でダイエットを気にしている方がいたらですね、前もちょっとお話しましたけれども、極端に食事を減らすと、かえってですね、リバウンドしたり、メンタルにも影響があったり、あとは肝臓にね、影響があるんですよ。かえってね、体の中にこう毒素を肝臓の方にですね、こう集めてしまうような、そんな作用があるんですね。なので、極端なね、食事制限をせずに、健康的にね、運動して、シェイプアップしていきましょう。で、一つですね、食べ物の順番っていうのが結構大事なんですね。消化がやはり、いい方が体に負担がないわけなんですけども、食べ物の順番なんですけども、よく果物っていうのが食後のデザートに出たりするんですが、実はですね、果物っていうのは水分と糖分だけなんですね。なので、最後に食べちゃうと、胃液が薄まっちゃって、消化力をかえって下げちゃうんですね。だから順番で言うとですね、果物が一番最初、そして野菜、タンパク質、肉とか魚とかですよね。そして、炭水化物。でっていう順番にした方がいいというふうに言われています、ね、炭水化物っていうのは一番最後に来るっていうのがちょっとポイントなんですね。この食べ方を変えるだけでも随分実はですね、体の調子も変わり、ちょっとダイエットにも、効果的なわけなんですね。はい、ではですね、今日もいろいろと動いていきましょう。まず頭をタッピングしますと、すごくすっきりするんですが、頭にいっぱいねツボがあります。はい、そして顎を動かしてブルブルとしますね。でこのブルブル動作っていうのは、神経と筋肉のつながりが良くなるのと、あとなかなかですね、活性化しにくいインナーマッスルね、インナーマッスルっていうのはアウターマッスルが、故障なく動ける、繊細な動きができる役目があり、それと体を安定させるっていう役目があるんですね。でインナーマッスルの活性化って本当難しいんですけれども、こういうふうにですね、ブル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 するのもおすすめです。はい、じゃあ牽制でそのところ。はい、じゃあこの反対ですね。インナーマッスルはですね、不安定要素をかけるね、ボールとかですね、アンボールとか、そういうのもおすすめですね。はい、じゃあ皆さん、ちょっと音楽をかけていきますけれども、この辺のね、骨盤のところ、このところちょっとね、一時期よりは涼しくなってきましたので、腎臓がですね、汗が、出にくいと言っているのは腎臓に影響があるんですけども、この辺をね、ちょっとさすりましょう。はい、背中もですね。さあ、じゃあ、ぐにゃぐにゃぐにゃ。そして、皆さん、よかったらですね、あーって長く声出してみませんか。長く声を出すと、息も吐きやすいです。ちょっとそのままですね、あー、音を上げてみますね。あします。で、その冷却作用として汗が出るんですけれども、汗の中には体のね、老廃物も出してくれてるんですね。で、汗が出にくいと腎臓の方が頑張るわけですね。で、この季節の変わり目、だんだん秋に近づいてきた、こういう時期
はですね、腎臓にちょっとね、負担がかかってますので、マッサージになるように、こういう、ふにゃ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 と思いますね。この辺のことでやってましょう。はい、では変えます。タンタン、タン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 。はい、手をブラブラとしましょう。はい、背中や肩の首も垂れていきます。さあ、シンプルな動きで、よくしていきましょう。はい、つま先を、足首って結構大事なんですね。足首調整、かかとの方を上げます。足首が硬いとですね、全身が硬くなりますので、ね。はい、では、そのまま足首。で、定位置で歩いてるときはですね、ちょっとどちらかというと、首の付け根から着地をする感じですね。そして、ぐーっと引き上げて、耳たぶ、肩甲、大天使、くるぶしが調整。そして、この首と腰は誰でもアーチがあるんですね。はい、腕を前後に振りましょう。タンタン、タタタタン。はい、この振り方をですね、ぎゅーっとウエストを絞り出す感じで、この外腹斜筋と内腹斜筋をうまーく動かすと、ウエストが飛び出ていきますので、こういうふうにツイッとしましょう。はい、そして手首を動かします。手首を動かすと、この肩の関節の調整になります。右左はどちらの方が動きやすいですかね。はい、タン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 。はい、今度は背中側です。背中の凝りやすい肩甲骨をふにゃふにゃと動かしましょう。タン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 。シンプルですよね。さあ、足の方は浮いてるんですけども。はい、もう一度、横です。ぐい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 と。はい、また背中側です。はい、ブラ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 、ヨギング、肩の力が抜きます。おー、じゃあ皆さんよかったら一緒に声出してくださいか。あI'm gonna go get you.
さあ、次をもう一回いきましょう。お腹をしっかり、お腹をしっかり引き上げて、はい、逆です。お腹をしっかり引き上げて、ふぅふぅ、はい、後ろをわー、はい、骨盤前、上、ふぅふぅふぅ、はい、そしてぎゅー、この前側、腸腰筋を伸ばしましょう。
クッとお腹でバランスを取りながら前にポーン、そしてバランス良いトレーニングをしたいので持ち上げます。うわーって感じです。さあ、もしよかったら伸ばしてみましょう。そして下ろします。どうでしょうか。さあ、このままですね、横です。骨盤の横をぐるっと持ち上げます。反対にも変えてみましょう。さあ、そして片足を前、ちょっとここ伸びてますね。はい、腕返しで、ここちょっと伸びてますね。はい、そしてよいしょと起こします。回しましょう。ほっほっほっは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 っ。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。今日も全身バランスよく、いろんな運動要素を入れて動きました。トータルコンディショニングバランスですね、引き締まったと思います、ほぐれたと思います。最後までありがとうございました。また明日もご覧ください。ありがとうございます。この後もハッピーになりますように。大家でした。